急なる刃、直ちに出撃を。はい。信頼していただきありがとうございます。ご用でしょうか。今こそ風を起こす時です。プレゼントを用意した。精鋭と謳われている不朽なる刃、絶体絶命の中でもその実力を発揮できるのか見せてもらおうじゃないか。随分と頑丈だな。仲間の心配をする必要はない。公平を期すために全員に同じプレゼントを用意しているからな。仲間が殺されたのにまだ笑えるのか。冷酷なやつだ。あなたが天命の手に落ちた時、あなたをどう処罰するか考えていたのです。できもしないことを語るやつが私は嫌いなんだよ。やれ。